どうも皆さんこんにちは。セーザーライダーのチャンネルへようこそ。2024年のセーザーライダーの最初の動画ですね。遅くなりましたけど申し訳ありません。お正月に仕事とかがあったので動画を撮ることができませんでしたけど、今回は2024年の最初の動画です。面白いお菓子をアメリカのスーパーで見つけました。それはこちらです。ウォンカマジックハットグミーズの紹介です。ウォンカマジックハットグミ、見ての通りウィリーウォンカの名前が載ってありますね。チョコレートファクトリーに出てくるキャラクターですね。 See the new movie、新しい映画を見てねって書いてあります。帽子の形をしたグミで Turn your tongue blue、 食べると舌が青くなるって書いてありますね。4つの味がここに載ってあります。マジックベリー、ストロベリーウォーターメロン、ラズベリーグレープ、そしてオレンジストロベリーです。名前が結構ユニークで面白そうですね。後ろはこういう感じです。キャンペーンとかもやってるらしいです。ウォーナーブラザーズのスタジオツアーとか他にものすごいプレゼントがもらえるなんとか書いてありますね。値段は1ドル70セント、日本円で200円ぐらいです。いろんなフルーツの香りがしますね。紫のやつとこの赤いやつがあって、どれがどの味なのかわからないですね。遊戯王のあのトラップカード、マジカルハットっていうのがあるんですけども、それを思い出しますね。紫の方から食べたいと思います。いただきます。こちらはマジックベリーですね。ベリー味が結構強くて、ナチュラルの味がね、美味しいです。結構気合が入っていて、まあまあ驚く味ですね。それではこの赤の方を食べます。こちらはオレンジストロベリー、ストラス感が入ってないですけど結構美味しいです。ストロベリーとの組み合わせが抜群。続いてはこのまた紫の方を食べたいと思います。あ、ラズベリーグレープ、結構美味しいです。ユニークな美味しさになってあります。こちらは大好きですね。最後はストロベリーウォーターメロンですね。いちごの味はほんのちょっとですけど、スイカの味がいきなりきましたね。しかも最初から最後までスイカ味、パンチもあって口の中全体に広がる。一気に食べたいと思います。贅沢な美味しさですね。点数は99点、美味しかったけど惜しい。味の方は全部いいんですけど、オレンジストロベリーにシトラス感を入れなきゃダメですね。これがあったら超美味しいレベルになっていたと思います。それ以外は大丈夫です。外側と中身にインパクトがあって、一番好きだったのはストロベリーウォーターメロンとマジックベリー味でした。こちらはぜひおすすめします。もし見たら買ってみてください。ウォンカマジックハットグミーズの紹介でした。次回お楽しみに。それではじゃあね。